本校の沖縄県の人口統計では、沖縄県と本県に属する41の市町村の人口に関する統計を説明する。薩摩藩による侵攻が行われた1600年代初めの琉球王国の人口は約10万人、1700年代初頭には約15万人、1700年代中頃には約20万人と増加していた。しかし、 1771年に発生した名和の大津波によって、当時の八重山列島の人口の3分の1に相当する約1万人が死亡。さらにこの頃の琉球各地では、台風や大雨、干ばつによる飢饉の流行が度重なった。それらの災害により、1800年代初期の人口は15万人へ減少した一因とされているが、人口減少に至った。 原因の詳細は不明なままである。琉球処分により日本へ併合され沖縄県が設置された明治時代から大正にかけての約40年で約20万人増加した。機械式の製陶工場の導入により砂糖機微から砂糖への生産効率が向上し産業の近代化が行われたことで経済的発展に伴い人口が増加したと思われさらに管理や 気流商人の転入も相次いだ。一方で、製刀業や、サツマイモによる、食料生産といった、農業依存のモノカルチャーにより、日本本土に必死産業、経済基盤が脆弱であり、構造的不況のまま推移し、1904年の沖縄明治大干ばつほか天候被害に左右される、状況が続いた。 また、大正、昭和時代にかけても第一次世界大戦後の戦後、恐慌から関東大震災、世界恐慌、昭和恐慌など、日本本土の経済状況にも左右され、沖縄も大不況となり、本土からの輸出が減少しそれに伴い、県の主要産物である砂糖は過剰供給となり、経済に深刻な影響を及ぼす状況が続いていた。この時期には、農民の一部は、 ソテツの実みやみきから抽出したデンプンしか食せないほど困窮し、その様はソテツ地獄と呼ばれた。そのような急防状況から沖縄から海外へ移住する人々が増加し、1899年から1937年までに約7万人の海外移民がいた。自然増加数と海外移民による社会現象数が同程度であったため、 人口水位はほぼ横ばいとなった。また1920年以降見られた、主に大阪府や神奈川県への出稼ぎ労働者は、毎年1万人以上となり、その子孫らは、大阪府大阪市大正区と神奈川県横浜市、鶴見区に暮らしている。その後太平洋戦争によって、県外や台湾へ疎開した者は、約8万人に上った。 沖縄戦終結直後は戦死者による減少が起きたものの海外から帰国した移民の増加とベビーブームにより人口が増加した。本土復帰直前には転出者の増加により1968年から3年間は人口が減少したが復帰後は県外からの転入者が増加した。1950年以降沖縄県の人口は増加傾向にあるが 出生率の低下に加え、死亡率の増加傾向の影響により、1980年から人口増加のペースが鈍化している。国立社会保障、人口問題研究所の日本の将来推計人口平成24年1月推計によると、沖縄県の将来推計人口は、2020年の約141万7000人まで増加、それ以降は減少するとされ、 全都道府県で最も遅く人口減少に転ずると予測される。2014年3月に沖縄県は子育てしやすい環境を整え産業の創出で新たに移住者を引き寄せる県人口増加計画を発表し順調に計画が進行すれば2050年の人口が160万人に増加するとしている。1920年の 第一回国勢調査から2015年度国勢調査に基づく沖縄県の人口を表1に示したが、1945年度と1947年度の国勢調査は実施されず、12月31日、現在の推計人口を掲載している。また、沖縄県は1945年から1972年にかけてアメリカ合衆国の占領下に置かれたため、 1950年度は琉球列島米国軍政府。1955年度から1970年度までは当時の琉球政府が独自で調査を行い。また1950年から1960年の調査記述は12月1日。それ以降は本土と同様10月1日である。増減人口は該当年度の前回で調査した人口から差し引いている。また、 表二に2010年度国勢調査をもとにした沖縄県の将来推計人口を示した。2005年度と2010年度の国勢調査結果を比較して人口増加率は2.3%増加と前回の調査結果の3.3%増加よりも下回った。しかし、都道府県別では沖縄県を含む九都府県の人口が増加し、東京都、神奈川県、千葉県に次ぐ 第4位の増加率となった。また、2015年度の国勢調査では2.9%増加し、全国で人口増加率が最も高い。1974年2月現在の推計人口は100万人、1998年12月で130万人、そして2011年8月1日には140万人を超えた。 平成22年人口動態統計によれば、2010年の沖縄県の自然増加率は、人口1000人あたり5.0人の増加で、全都道府県で最も高い。社会増加率は各年により増減が変動するが、増大する要因として、2005年頃の沖縄への移住ブルーム、2008年のリーマンショック以降の不況による規制客の増加が挙げられる。また2018年における、 沖縄県の合計特殊出生率は1.89人と全国の1.42人を上回り、1975年度以来連続で全国1位を維持している。平成17年度版厚生労働白書によると、出生率が高い理由として他の都道府県と比較して、親族や地域同士とのコミュニティの結びつきが強く、相互扶助の精神が残っている。 男系子孫を重んじるため、男児を産むまで出産を制限せず、結果的に多産する。という二つの説を挙げている。興味深いことに、合計特殊出生率は全国的に成功到底の傾向があり、上位は沖縄県に比較的近い九州各県が多く、ついで中四国が多数を占める。逆に回は、機内を除けば北海道や東北。 関東地方の都道県が占めており、その傾向と原因が分析されている。高齢者の少ない県ほど、単に死亡数を人口で割った、素死亡率は低くなる傾向にあるため、年齢構成の異なる都道府県と一律に比較できるように、年齢調整死亡率が用いられている。2010年度における沖縄県の荒死亡率は、人口10万人あたり男性は797.4人。 女性は671.5人であるのに対し、年齢調整死亡率は人口10万人当たり男性547.3人、女性267.0人で、特に2000年の男性15歳から50歳までの年齢調整死亡率が全国行為3位以内という結果となった。1995年までは男女共に年齢調整死亡率は 全国でも定位5位以内に位置していたが、それ以降から男性は全国平均並み、女性は全国平均へと近づきつつある。都道府県別生命表は国勢調査の結果をもとに5年ごとに作成される。沖縄県の女性の平均寿命は1975年の統計以来、2005年まで全国1位の高さを維持していたが、 平成22年都道府県別生命表によると、女性は初めて1位から3位へ順位を下げた。また男性は1995年の全国4位から、2000年には26位、そして2010年は30位に下落した。前回の2005年調査の平均寿命から比較すると、男性0.76歳増加、女性は0.14歳増加と全国で2番目に低い結果となった。 沖縄県によると、青年、中年男女ともに生活習慣病を原因とする死亡率が全国平均より高い点を指摘している。厚生労働省によると、女性の順位が下がった要因として挙げられる。沖縄県内の医療分野専門の大学教授らは、アルコールの過剰摂取と喫煙による影響、また中年者の食の欧米化による肥満や、それに伴う糖尿病患者が増加し、 沖縄の伝統的な生活様式を見直すべきだと指摘されている。平成22年度国勢調査によると沖縄県の15歳未満の人口の割合が17.8%と全都道府県で最も高い。また65歳以上の人口比率は17.4%と最も低く20%以下の都道府県は本県のみで さらに15歳未満の人口が65歳以上の人口を上回った唯一の都道府県である。さらに15歳から65歳までの人口に対する65歳以上の人口の割合である老年人口指数は26.8と全国で最も小さい。平均年齢は40.7歳で全国平均の45.0歳を下回り、都道府県別でも最も若い結果となった。 2015年度国勢調査によると65歳以上の人口比率が調査開始以来15歳未満を上回った。2016年の沖縄県による発表によると2016年9月1日現在同年9月15日時点における本県の100歳以上の高齢者は1011人で本土復帰以降の調査で初めて1000人を超えた。等発表による 県内最高齢は112歳の女性1人で、長寿者上位20名のうち男性は1人のみであった。本県の人口10万人あたりの100歳以上の高齢者数は都道府県別で1973年から2009年まで37年連続全国1位であったが2012年は62.88人と全国5位に交代し2016年は15位となった。 厚生労働省と沖縄県によれば、順位が下がった理由として、沖縄県の出生率が全国で最も高く、人口増加率も高いことが影響しているのではないかと分析している。また長寿研究を行っている琉球大学の教授によれば、今回の順位下落により、沖縄県における長寿に影響を及ぼすものではないが、高齢者が健康的に暮らせるよう生活の質を、 高める努力をしなければならないと述べている。日本の外国人も参照表を3に沖縄県内に在住する外国人の国籍上位5位と2005年度と2010年度の国勢調査結果と比較した増加率を示した。2010年度の国勢調査結果によると県内に居住する外国人は7651人である。 前回の2005年度国勢調査と比べて754人増加し、特に中国と韓国、朝鮮籍の外国人の増加が目立つ。外国人の国籍はアメリカが最多で、また都道府県別の全外国人に占めるアメリカ国籍の割合でも沖縄県が最も高い。その次に中国、フィリピンと続き、他にもブラジル、インドネシア、タイ、ベトナム、 イギリス等の外国人も居住している。2015年度国勢調査によれば、沖縄県内の外国人は11,020人で、2010年度より3,369人増加している。また、日米地位協定により米軍関係者は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外されると規定されているため、国勢調査には、在中米軍の軍人、 軍族とその家族は含まれていない。しかし2008年2月22日に日本政府と在日アメリカ軍は米軍の不祥事対策の一環として日本国内の各地方自治体の米軍関係者の人数を公表し2008年1月末現在の在中米軍の関係者は44,963人で日本の米軍関係者の48%を占めた。 八重山諸島へ移住する人たち、古琉球時代から地方の行政区分として、紛りが存在した。薩摩藩による琉球侵略後に行われた検知に関する資料、琉球国交極務庁によれば、沖縄本島は27の紛りと約300の集落で構成されていた。また、紛り制度が廃止される直前の1906年は、那覇区、里。区、 45の間切りと離島7島で、そして市町村制が導入された、戦前の1940年には、那覇市、首里市の西と5町49村、当時私有地であった大東諸島で構成された。戦後の市町村合併を経て、2009年現在では11、市1町19村の、計41市町村となっている。1890年の統計では、 城下町で成人の中心地であった首里区の人口は、商業の中心として栄えた港町の那覇区の人口を下回り、那覇区が当時沖縄県で最も人口の多い自治体となった。一方、この頃の那覇、首里以外の沖縄県は、農業が主な産業であったため、土壌を乗越えた沖縄本島中南部や本部半島に多く人口が分布していた。 しかしその後経済活動が活発になると、鉄道整備による交通の要衝として、あるいは工場の設置等による産業の中心地として、各地で都市化が進行し、他の農村部との人口格差が拡大していった。戦後、軍道1号線の整備、それに伴って、東道路に沿って建設された米軍基地に関連した雇用体制が確立したことで、 戦前太平洋側に多かった人口が東、シナ海側へ移ったと考えられる。本土復帰以降、沖縄本島北部と沖縄諸島の離島、石垣島を除く先島諸島の人口は減少傾向にある。それに対して沖縄本島中南部の人口増加は顕著で、国道沿いに市街地が連続して形成するコナベーションが発達している。那覇市の人口は微増だが、 その一方で、ハエバル町や富グスク市などの周辺自治体の人口が急増するドーナツ化現象が進んでいる。平成22年度国勢調査によれば、平成17年度国勢調査と比較した全国市町村別の人口増減率のうち、増加率上位では北大東村、中グスク村、富グスク市が、また、減少率ではザマミ村、トナキ村が入る。年齢構成では、 全国の市町村別の15歳未満の人口の比率上位20位中14の本県に属する市町村が占め65歳以上の人口に関しては支部別の会10位中に浦添市と富城市が町村別では西原町が順位付けされている。総人口に対する人口集中地区人口の割合で都道府県庁所在地別では 那覇市が99.7%と東京都特別区部大阪市に次ぐ第3位となっている。沖縄県における人口重心の位置は平成22年度国勢調査によれば富城市役所の西 14.0km の会場となり平成17年度国勢調査により算出された人口重心から東北東方向へ5 5 2ル移動している。 沖縄県に属する市町村の人口密度分布図2015年度国勢調査より2015年10月1日現在沖縄県に属する地方自治体の人口増加率分布図2010年度国勢調査結果から2015年度を比較し増減率を算出2005年度と2010年度国勢調査結果に基づく沖縄県各市町村の人口を沖縄県に 属する面積0.01平方キロメートル以上の島は160島で、そのうち有人島は49島である。さらに、有人島のうち沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する指定離島は39となり、残り10の有人島は沖縄本島とこの島と河境などで連結されている離島である。以下の表は指定離島における 国勢調査結果に基づく人口表である。2005年度は第51回沖縄県統計年間、2010年度は平成27年1月離島関係資料を出展としている。以下の表8は2000年度と2005年度の国勢調査結果に基づいた沖縄本島と海中道路や橋などで連結された離島の人口表である。また、表級の 沖縄本島の人口は、表八の沖縄本島連結離島を含む値であるため、差し引いた数値を掲載している。共に、出典は、第51回沖縄検討経年間より、政府、自治体観光物その他文献。ありがとうございます。